ジンバルでレンズ交換を迅速に行う方法。はい、どうも、ひまわりまさでございます。さあ、今日も始まりました、ひまわりまさのジンバルハックということで、今日もですね先日、購入いたしました、このフェイルテックの AK2000C を使って遊び尽くそうじゃねえかということで、いろいろと便利なことをやっていきたいと思います。はい、で、まずはじめにこのジンバルを使用していてネックになることって何ですか、皆さん。そうですよね、レンズ交換ですよね。これレンズ交換するとバランスが崩れてしまうので、なかなかレンズ交換をしなかったりとか、レンズ交換した後にすごく手間がかかってしまうってことが多いんですよね。はい、皆さん結構この悩みはお悩みで、だからもうズームレンズ1本つけとくとか、もう単焦点1本でやり過ごすとかっていう風にやってる方多いと思います。はい、でそこで今日は僕なりのちょっとすごくこのジンバルのレンズ交換が簡単に行える僕のやり方をご紹介していこうと思います。はい、僕基本的に単焦点が好きで、単焦点ばかり使っております。はい、まず一つ目がですね、このね、シグマのですね、16mmF1.4DCDN、 そしてこちらの、はい、シグマの 30mmF1.4DCDN、 こちら2本、 16mm と 30mm を基本的にメインで使っております。その他に今基本使ってるのが、あとこの 60mm ね、シグマの 60mm の F2.5DN、 はい、この3本の単焦点をわりかし使っております。はい、そうしますと、このジンバルを使っておりますと、なかなかね、レンズ交換っていうのが、まあ、めんどくさいですよね。はい、さあ、ね、早速、そのやり方というものをですね、レンズ交換がとても簡単に行えるやり方をですね、ご紹介していきましょう。それでは、全部のメモリをメモろ。はい。ということでございます。お前何言ってんだこいつっていうことだとは思うんですけども、何かと言いますと、はい、多分今発売されるほとんどのジンバルはそうだと思うんですけども、このバランスを取る時のところにこうやって、はい、メモリが書いたんですよね。はい、全部のとこに。はい、あとはここだ、ここか、あとはここで、どこ分かる、ここだ、はい、ここ、はい、そして、はい、ここ、はい、そして、ここっていうふうに、全部で合計4箇所バランスをとってるためのやっぱメモリがついてるんですよ。これをもう一個一個のレンズでバランスとって全部メモっとこうよと。で、そのメモったものをこのスマホとかのメモ帳に入れておいて、いざレンズ交換をするときにそのメモを見ながらその番号のとこに合わせていくっていうね、ただそれだけでございますよ。はい、だけど、これやっとくとめちゃくちゃね、便利ですよ。うん。今日もですね、ちょっと商店街の、まあ、PR 動画で、撮影をしていたんですよ。モデルさんがいて、で、その方をメインにこう撮影してって。で、その時もこの 16mm メインで、途中で 30mm に変える場面があったりとかしたんですけども、それも、ちょっと待ってくださいねーつって見ながら変えたら、まあ、速攻終わるんですよね。はい。ND フィルターありとか、なしとか、マイクありとか、なしとかっていう風に、そういう風にメモっておくと、すごくいいですよね。はい。じゃ、早速、今この、はい、16mm の F1.4
2.4DCDN に ND フィルターありでやっていきたいと思います。はい、で僕はいつもこのフェイルテックはこのケーブルをつないで使用していますので、ケーブルをした状態でセッティングをしていきたいと思います。まず一番初めに合わせるところですね。はい、例えばね、こう乗っても今全部バランスが全部バランス取るんじゃないんですよね。もうぐにゃぐにゃっすよね。はい、これをもう速攻一発でバランスを取っていきたいと思います。まずケーブル類を全部つけた後から始めますね。はい、はい、でここからセッティングをしていきたいと思います。まずここが 1.5、はい、1.5 に合わせますと、はい、そしてこっちが 2.2、 こっちが 2.2、 よいしょ、はい、そしてこっちが 3.5、 3.5、 あーってね、はい、でこっちが 3.1、 よいしょ、はい、これで、はい、バランスが整いました。ちょっとこっちが、まあこの本当誤差です。こっちは合ってますよ、はい、でこっちがちょっとあれなので、こっちだけちょっとだけ微調整でしょ。これで OK、 はい、もうこれでバランスが終わりました。そして次この状態から 30mm の F1.4 に変えていきたいと思います。はい、まずレンズを変えます。はい、まずレンズを変えて、よいしょ、レンズを変えてやっていきます。はい、でこっちが、NDR 2.45、 はい、これが 2.45、 この辺かな、はい、でこっちも 2.45、 はい、メモリーを間違えてました。これで、はい、バランスが取れました。はい、はい、いいですね、はい、バランスが取れました。はい、そしてじゃあ次にこの 16mm にこのマイクがついた状態のところに変えていきたいと。まずマイクをつけた位置から始めていきますよ、はい、こうなりますね。はい、マイクつけただけで重量バランスが変わってしまいますので、でここからやっていきたいと思います。はい、まずはレンズを変えます。そして 16mm マイクあり、1.7、これで、はい、バランスが取れました。
て、ちょっとこれが出てくる。まあこれは誤差だよね。ピッチ音声をよいしょしてあげれば、はい、これも OK だね。はい、はい、じゃあ次に、この30便にマイクありでいきます。よいしょ、30便につけました。マイクありが 2.6。あ、やっぱこれがダメだな。こっち行っちゃうから、ここの数字はもう一回調整だな。はい、これで変わりました。うん、いいね。うん、はいはいはい、いかがだったでしょうか。意外とこのメモリをメモっとくだけで、こうやってねメモっとくだけで、案外すぐ終わっちゃうんですよ。はい、これだったら撮影中に地面にパンと置いて急いでカチャカチャカチャってやると、わりかし早くレンズ交換できてバランスが調整できるということでございます。で、今みたいなちょっと微調整が必要なところだけやってみたいな、そうしておくとすごく撮影がスムーズに回ると思います。はい、はい、ということで今日はですね